岡本正近公の墓所。向かって、右端が、正近公と妻の墓。真ん中が正近の子寺士富と、正富、正近の養子である、岡本義康の墓。左端が義康の弟、岡本康忠の墓。岡本正近は、下屋国出身の戦国時代の武将。引吉両党のれである芳賀氏の所流岡本市、出身。居城は、 現在の栃木県八板市大和座城大田小事故城にある松が霊城。誕生もこの城と伝わる。下屋国塩屋軍の国人領主の塩谷氏の重臣、岡本正重の子として生まれ、父、正重が天文14年10月に桜山にて、内ちに9月29日説もありすると、家督を継ぎ、岡本家の当主となる。なお、正近については、 岡本家の経図では、初代富高から数えて五代目の当主としているが、正近の祖父、三代目にあたる重近と、その父にあたるとされる二代目の正隆の親子関係が、年代的に見て成立しないため、正近を五代目とすることには、かなりの疑いがある。岡本家は、祖父、しげ以来、代々塩谷氏の重臣であったが、正近の代には、正近の姉が、主君、 塩谷義隆の側室となって、長子義道を生み、正近は自分の娘を義道に嫁がせていたため、義隆の家督を継いだ、義隆の正室の子である義道の弟、義公に疎まれ、一時、実質的な追放の形で、塩谷の地を追われる。追放後、正近は、寺士富と正富の二人の子と共に、皆川広照に仕えるが、天正十二年5月7日、 北条氏と佐竹、宇都宮の連合軍が戦った佐野沼尻の戦いにおいて、正富、寺師富が討ち死にし、落胆した正近は、二人の亡骸を大中寺に葬り、その母体を弔うためにそのまま出家し、梅屋と称して、高野山に向かう。この際、塩屋軍記によれば、高野山に立ち寄った後、京都で陰遁生活をしていた正近は、かつて、 欧州遊覧の途中で盗賊に襲われ難儀していた、ところを助けた慶の陽極指導喜びと再会し、この道喜びのつてにより、豊臣秀吉との面会が叶い、この秀吉の後ろ盾を得て、正近は、塩屋家臣として復帰することができたという。この話の真偽は不明だが、事実、正近は、塩屋家臣として復帰し、この時、正近は、 秀吉が北条氏を攻める際には必ず参陣すると誓ったとされ、小田原征伐では塩谷家の名城として参陣している。そして、この功が認められて、正近は秀吉より、所領選15号3800国を安堵され、塩谷氏から独立する。この際、塩谷氏は直接参陣しなかったので海域となったとする見解があるが、塩谷氏の系図によれば、 開益となったのは文禄4年2月8日であり、時の当主、義公は、天正17年6月29日に上落して、秀吉と面会し、教順の意を表している事実と合わせて考えると、開益になったとは考えがたい。ただ、塩谷家には、所領の画像はなく、正近が独立したため、塩谷氏にとっては、実質的な原法となったことは確かである。なお、 マサチカおよび、岡本氏が完全な塩谷氏の家臣ではなく、宇都宮氏との両族関係にあったとする見方がある。これは、同族と推定される、岡本総計が、宇都宮広綱の重臣として活動しており、マサチカの一族も単なる陪身であったとは、考えにくく、宇都宮氏から、塩谷氏の行動を監視する役目を命じられていたと、するものである。しかし、 小田わら性伐に先立って正近が直接秀吉より安堵を得た時点で豊臣政権の直進となったために塩谷氏や宇都宮氏との主従関係からは切り離されて両氏の改役後もそのまま所領を安堵されたと考えられている。正近は塩谷氏から独立すると天正19年2月居城を待つが霊城の北東に 3キロメートルほど離れた、現在の栃木県八板市、大浅東泉正寺高城の松東山にあった、泉城に移し、慶長2年頃、泉城が改修を終えると松が、霊城を破城とした。さらに、この年の12月、亡くなった二人の子のために新たに鏡山寺という菩提寺を建て、それまでの菩提寺であった、寺工寺に代わり、新たな菩提寺としている。 マサは、着子を失ったため、姉の子であり娘婿である吉道の子、吉安、法馬、安忠を、岡本家の養子に迎え、吉安に、岡本家の家督を譲る。そして、自らは、泉城の南の荒いの地に、隠居屋敷を建て住み、慶長七年八月九日に七十五歳で没する。下屋国屋方や平気かけ来週のおとばりという記録に、佐抜き岡本区内伝。 下谷国旦那のことという書物に、岡本区内省有などの名前が残る。下付け師団大八巻岡本氏系府ただし、不調よろくという書物によれば、岡本氏の領地が3800国になったのは、慶長7年に関ヶ原の戦いの先行により1300国を、加造されてからのことで、それまでの岡本氏の六高は2570国と記されており、つまりは、 岡本氏が泉15号を支配するようになったのは、吉安の時代になってからのことで、正地下が独立した時の支配地は、泉15号の一部であったとする説もある。江大区を、戦国期の境界領域支配、江大区を編著、中世宇都宮市一族の展開と進行、文芸、恵比寿交渉中世史論集大休巻、恵比寿交渉出版、 2020年1月は i SBN978 から4から 864033343P130 から136ありがとうございます。